どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムは古着です。ヴィンテージです。アクアスキュータム、ステンカラーコート、お色はアネイビーです。古着で中古でお求めになったお客様からのご依頼でございまして、着る前洗いメンテナンスなんですが、シミとか汚れとかね、もちろんついていますよ、古着ですから。でもそうじゃない、その白毛、変態色、色あせみたいなものもあって、でこれは色あせなのか汚れなのかどっちだいみたいな感じでね、分かんないので見てほしいというふうなことなんですけど、どっちもでございますね。もちろん汚れもついてますよ、汚れもついてますが、パッと見分かる白っぽくなってるのはもう完全に変態色、色あせ、白系でございますので、もうそれに関してはね、地色そのものがその色になっちゃってるわけですよ。その色になっているところに全体が薄汚れている状態でございます。裏地見てください。こうポケットのところね、綺麗に直してありますよ。叩いて直してあります。お直ししてあります。お直ししてあるところたくさんあるんですが、お直ししていないところ、ダメージのあるところ、今襟なんですけども、ここなんか穴開いちゃってますね。で肩のところはもう穴が開きそうになってますね。そして反対側の肩、右肩はですね、もう穴が開いちゃったんでしょうね。別の布を当ててしっかりとお直しをしてあります。タグもね、本当はもっと真っ白だったんですけど、かなり黒ずんで汚れています。裏地ですからね、裏地でね。この洗濯液表示とか素材表記があるところももうボロボロです。ヘムの部分、端っこの部分がね、もうフリンジになっててね、もうすごいやっぱりこう使用感、すごいですね。ヴィンテージですね、素晴らしいな。なんかニヤニヤしちゃいますね。こういう古着好き、ヴィンテージ好きはですね、こういうの見てニヤニヤできちゃうんですよね。そういうのなんか意味わかんないなとか、興味ないなという人はね、ただただひたすら古くて、汚い、そんな風に見えちゃうかもしれないんですが、いやいや、これはね、これは味ですよ、味です。このラペルのところの色がね、ワントーン白っぽくなっていますが、ムラになってるわけじゃなくて、均一な状態で色味が変わっていますよね。これがね、やっぱ自然な感じのエイジングですよ。こうやって見るとね、肩から袖山にかけて後ろ身頃を見るとね、かなり色が違います。襟の裏とかもうちょっと濃い色ですけど、こんな風にね、色が褪せてくるわけですよ。黒とか紺とかね、濃色はしょうがないですよ。それが自然なわけですね。だからね、変にムラになってこっちの部分だけ日に当たっていて片方だけなんていうとね、かっこ悪いですけど、自然な感じで全体的に均一な状態で色が褪せるっていうのは、ヴィンテージとしては全然あり、全然ありというか、むしろかっこいいんじゃないかなと思います。いやー、これ裏地のね、裾のところなんかね、もう全部お直ししてあるんですよ。全部です。もう全部穴が開いてるんですよ。これはね、めちゃくちゃ来たんですよ。本当にたくさん来続けた。そして、とことんお直しをしてまで大事に大事に来続けた、そんなコートなんですよ。もう映像はね、アフターの状態、当店でメンテナンスをした後の状態になっておりますが、シワがね、なくなってる分ちょっときれいめには見えるんですけど、今回僕がしたメンテナンスというのは、シミや汚れを落とそうというようなね、洗浄力を重視してきれいにしようというようなメンテナンス内容ではなくて、お預かりの状態を保とうというようなメンテナンスをさせていただいたんですよ。つまり洗浄力を制限しております。かなりね、古くてダメージがあったから、そのダメージがね、ひどくならないようにしたかったんですよ。またさらにお直しが必要にならないように、すでに破けてるところ、薄くなってるところ、擦り切れそうなところがですね、ひどくならないようにを意識しました。だからお預かりの状態は保っています。ただシミとか汚れとかもですね、やっぱり落とせていないわけなんですよ。とはいえ、洗ってないわけではないので、ビフォーアフターで比べれば綺麗にはなっているというか、薄汚れは取れているかなと。触った感じもね、若干違っています。常に汚れた服を見て触って、メンテナンスをさせていただいて、そして綺麗になった服を見て仕上げて、そして触っている私からすればですね、明らかにそのビフォーアフターの差というのは、
実感できるんですけど、でもそういったことを意識しているからこそ、プロだからこそ分かるのかなと思うんですね。だからお客様的にはアフターの状態見てもね、あまりビフォーと変わりないななんていうふうに思われるかもしれないんですけど、どうですかね、こうやって襟ラペルのところかなり白いところと色の段差あったと思うんですよ。今だってね、その白けてるからラペルのところがワントーン薄くなってるのは同じなんですが、ビフォーの状態と比べればその色の段差というのは減ってると思うんですよ。その後ろ身頃もそうですよ。後ろ身頃ももっとビフォーの状態は白さが目立っていた、白気が目立っていたんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあいい感じにお預かりの状態を保ってできるメンテナンスとしてはいい着る前洗いができたんじゃないかなというふうに思います。これワンオーナーだったのかな、ちょっとわかんないですけど、ここまで着続けるお洋服って稀だと思いますよ。しかもね、とことん直す、ね、破けたらとことん直して、そしてさらにもっともっとたくさん着続ける、もうよっぽど気に入ってないとね、そんなことできないですよ。ジーンズなんかはね、もう穴が開いてきて色が落ちてきて、それでもとことん直して直して着続ける人いらっしゃいますよね。コートもそんな風に着続ける方がいて、こんな風にお直しもね、お直しも含めてヴィンテージの味として楽しめるんであれば、これはね非常にいい買い物をなさったんじゃないかなという風に思います。いいですね、こんなにちゃんとね直してまで直してまで着たい、そんなお洋服ってございます？なかなかないんじゃないですかね。着られないわけじゃない、シミがあるわけじゃない、サイズアウトもしていない、でも飽きちゃったとかね、もう新しいお洋服買いたいっていう風になるでしょ、なるんですよ。でもね、こんな風にとことん着続けるってお洋服にとっては幸せですよ。本当にね、いいところに嫁に行ったなというような感じがしますしね。で今回手放してしまったわけですよ。でその手放したものを古着屋さんでね購入した方がいるわけです。で購入した方がね当店に送ってくださったわけですよ。で私これを見させていただいて、もう宝ですよ、本当に宝物です。ヴィンテージ今この状態で残ってるわけですから、これから先もね20年30年とこの状態を保てると思いますし、まあ、もったいないかなと言わずにですね、もう前のオーナーさんと同じようにもういっぱい着ていただきたいなと思います。今日はねシミのビフォーアフターじゃないビフォーアフターだったんですけども、こんな風にお直しの後なんかもね見ていただけたかなと思います。今日はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。